はい、どうも秘密結社フェイガムソースイハッチでございます。今回はミモザ賞ってことでね、中山の2000での、3歳1勝クラス牝馬限定戦ということには、マイルより長い距離、そうなってくるともうさすがにそろそろここら辺の、こういう長い距離のね、1勝クラスの特別レース、こういう距離が増えてきたっていうのは、オークスだったり、ダービーだったり、この場合はオークスだけどね、もちろんの、前哨戦という中での、最終予選みたいなところの、趣がある、そういう、3歳1勝クラスのレースということになってくるわけです。ですので、その辺気合を入れて予想していきたいなというふうに思っております。というわけで、このレースもちゃっちゃと予想を済ませてしまいたいわけなんですけれども、こんな感じの予想でいきたいと思います。まずね、軸1頭ひも4点軸馬がね、10番アンサンブル、一番人気ですけどね、新馬勝ちの後2戦目、1勝クラス2着と、このクラスすでに連帯している実績があって、それだけで考えても実績上位、軸にできるんじゃないかなと、しかもその1勝クラス2着の時の勝ち馬が、弥生賞を勝った里のフラッグということでね、比較的面白そうなところになってくるわけですね。で、ここから紐4点に入るわけなんですが、5番のウィン・マリリン、お兄さんの、何だったっけこれ、ウィン・マリリンのお兄さん、お兄さんがね、ウィン・マーレライが、ラジオ日経賞を勝ってるんですね。他の、お姉さん、お兄さんお姉さんも3勝4勝してる血統ですから、これ、お母さんがね、高齢になってきて、少し落ちてくるとはいえ、1勝クラスぐらいなら突破できそうな血統ということになりますね。スクリーンヒーロー3区の牝馬っていうのがなかなかいまいちなポイントではあるんですが、前走のね、タイム指数的にもこの中では上位のレースぶりを見せていたと考えると、信頼が置けるところということで、紐1点目、人気サイドってことになっちゃいますね。で、続けてウィン・キートス、この馬ね、勝ち上がりに時間がかかったものの、暮れの中山での勝ち上がりはね、ぶっちぎりでしたね。その次のレースがウィン2頭出しで、もう片方のウィンが勝ってるのか、結構ね、ウィンのとかね、ビッグレッドファーム系ってね、そういう2頭出しでうまいこと片方に勝たせるみたいなのうまいよね。なんかそんな感じの印象があるんで、ウィン2頭出しは一応紐に押さえておこうかなということでね、狙ってみたいなということになります。そして3頭目が1番アマゾーヌ、現在のところ8番人気ですね。これはネット競馬の想定人気順からすれば結構ガタッと人気が落ちたなという趣なんですが、11月12月に使い詰めで走った2レースがね、2レース連続で離された負けだったんですが、その前がワーキアと 0.7 秒差アイビーステークス4着、これは結構上出来のレースですね。ですのでね、ここを信頼して立て直したと見れば、勝ち上がり自体は中山の芝2000このコースですしね、これは狙えると思います。そして最後が6番アテナノワールですね。この馬が9番人気ということになるわけですが、これも未勝利勝ちの後立て直してと、休み明け1つ叩いて、7着っていう数字で人気が落ちてる趣があるんですが、 0.4 秒差約2馬身差、これならね、しかもプラス8キロってことを考えれば、少し絞れればね、これ面白いんじゃないかなと。なのでね、この辺で馬券もうまいこと当たってくれるんじゃないかなということにしておきたいと思います。以上、ハッチでした。